なんでこんな暗い、街灯が一個もないんじゃけど。雪やば。信号どころじゃないぞ。100向井ワンダーランドです。信号100回止まるまで帰れません。第2弾。日本橋から北上します、うん、4号線。4号線ってのは日本橋からガーッと北に伸びとる国道なんだけど、通るのが宇都宮とか郡山とか福島とか、その上は仙台、盛岡、青森。信号100回止まった先はどこなのかっていうことですよ。今回どこやろ。前回ね、1号線でやった時は、うん、静岡市で終了したじゃないですか。今回はもうわーって埼玉の方にいきなり行くけん、うん、まあ信号ないよ。レンタカーでスタートです、うん、今から4号線に乗ってスタートします。行きましょう、はい。はい、早速1カウント目信号。おい、お、はい、2回目。さあ、まあね、ほんま都内で稼いどかんと。15は行っときたい、都内出るまでに。こっちの方ね、うん、はい、3回目。4回目。よっしゃ、稼げる稼げる。あ、なんか楽勝な気してきたね。もう5回よ。だってこれをだって20回やればもう100じゃけ、うん、楽勝やん。もうもういいわ、もう脱ご。関係ねえだろ。はい、上野駅。シェンシェンが、シャンシャン、シェンシェン、シャンシャンがいます。おい、ムカムカ頑張ります。ね、止まってきたよね。うわー、いい、止まった。あった。はい、この1回でかいよ。後々聞いてくるけどね。宇都宮駅まで104キロ。7回目。7、はい。今回あっさり終わるかもね。いや、ほんま楽勝やと思う。もう終わったようなもんじゃん。8。はい、9回目。楽勝やないか、おい。あっけな、あっけな、バッテラ。はい、12。おい、はい、来た。14。ポルシェ3台。あ、何これ、ここのあれ職員じゃない。あ、これポルシェの、これポルシェ。うわ、すごい。今俺止まってなかった。いや、止まっとった、止まっとったやろ今。いやいや、よくないよくない、ただのドライブやねんか。16。はい、19。埼玉の草加まで来ました。来たね。で、19。ちょっと大丈夫か。いや、ちょっと少ないね。もうちょい増やしてもらっていいですか。誰に言ってんの。うわ、最初のキーミスった。はい、20。24。越谷バッティングセンター。いいね、渋いなこれ。わあ、いいね。バと手と、いい、あれ合わせちゃってるのがいい。看板を節約しようとしてるのがいいね。いや、いいよっつってね、うん、いや、いいよお前、いいよ、くっつけちゃえよお前って。あれで多分ね、4万は浮いたと思う。よし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 。ああ、33。はい、33。宇都宮島で74キロ。どうだろうな、まあ、宇都宮。いやいやいや、これないね、マジで。な、バツって書いてある。虫もないですよ。そういう意味じゃない。ああ、おい、出たよこれ。うわ、
付け。お、はい、来た、はい、信号は？もっと、何？寒いけん、中に入っとんかな。春になったら徐々に出てきてね。美しか。あ、はいはい、来た来た来た。あ、まだカスカメ？うん。マジない。これ宇都宮は行くね。よし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 、久しぶりの。あ、もうちょっとなんか錆びついとったわ、なんかちょっと今。ちょっと遅かった。こうめくれるのが遅かった。ちょっと疲れてきた。お、はい、来たー。止まる、いけるか。だね。ちょうどね。宇都宮まで28キロやろ。あ、やばい、これ下手したら50もいかんかもしれない。46です。もういよいよ夕方になってきたね。夕日がすごくない？この夕日の感じ、ね、福島まで161キロ、塩原51キロ。なるほど。あ、でも那須塩原まで51キロもあるんやな。あ、でもあるある、結構ストイックに信号あるね、この辺はね。激アツ、これ、はい、50、記念すべき50です。半分、やっと半分。寒くなってきたな、マジでね。これで温まろう。寒すぎ、めっちゃ寒くない？うまいわ。うまい、うん、うん。まあこれ食ったところでカウンターが増えるわけじゃないけどな。カウンター今50じゃもう全然宇都宮から進んでない。ちょっとだいぶ厳しいね。何してんそれ。ん？感覚を再確認しよう。ありがとう赤。いやー、1、この1価値だいぶあるな。しゃっしゃー、でかい。52。那須塩原まで37キロ。55、ほら60になればだいぶテンションが変わってくる。60から。よっしゃー、57。そう、寒いぞ。今なんかあの冷蔵庫、うちの家の冷蔵庫開けたみたいな感じだったもん。ビール取りそうになったもん俺。阪神の赤星、赤星打ってくれ。よし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 、赤赤赤赤。65。もうすぐ那須塩原。そう。もう福島が見えとるもん。もうこれさっき見えてなかったもん。え、オッケー、66。那須塩原来ました、これ。西那須。多分そうじゃろこれ。そうね。お、来た。いやいや、ダメ、違うよ。いや、これ違う。だってさっき止まってカウントしたやつよ、これ。違うよ。そうやったっけ？そうだよ。だって信号これしかなかったもん。ほんま？うん。あんまずる、ずるしようとしてる。エビデンスは？エビデンスは？腹立つな。そう？そうだよ、そうだよ。なんか、嘘つくとき片目鼻開くじゃん。今めちゃくちゃ開いとんよ。これは、これはない。確かに。これはもうしょうがないね。いや、今のはどうなん？いや今のはどうなん？ダメよ今の。いや、お、ほら止まったでしょ今。いや、青だもんだって。1秒止まったじゃん。青青青青青。ダメ。
れそれやりだしちゃったらだってまた今のはマジであれよあのあれよサッカーとかで言うそれはお前ゴール入ってないだろうとかそういう足出ただろうとかそういうあの敵が言うやつで敵俺の相手チームが言うやつ敵俺の敵うわ敵助手席おるやんマジでやめよう本当に喧嘩はやめよ もうここでね無駄すぎるわここであの仲間割れしたらこれ100いかないよこれ喧嘩しやんとこ、うん、あこれ青赤になってほしいなってほしいあーやったはい、68です、あと何 32?、うん、で今那須塩原市真っ暗じゃない何あるある周り70おー来たね笑えとるえ笑えとる笑ってんのそれ、うん、じゃ笑えてないですね満面の笑み今めっちゃ笑っとんねんかふざけんなよ今何怒っ今怒って怒ってんのじゃあもうもうええわもうさあありがとうございますもらいましたあかん74はい、76さあはいえあげるなんで頑張ってくれとるやからやろ一回来たのにさ一回戻って取れとかさ言うなよお前なあ疲れた十郎もちょっと起こして寝るいやこれじゃトイレでも行ってこようかなあ十郎も頼むわおいおい、うん、15分もう時間あかんなんでこの暗いん街灯が一個もないんだけど急に何かあってもわからん肉まんとか落ちとってもわからんいやダメだないねこれはない信号なさすぎるおマジでもいつぶりこれ30分以上信号なかったよね77で79郡山何キロ41キロあでもまだ41キロあるんや80お81マジであと19見えてきたよし来た82さっきの感じや雪だけ増えてきたやっぱ増えてこるな、ね、北に行けば行くほど83今まだ福島県品川市嬉しいよ雪やば雪やばえ何こんなことあるちょっと待ってこれすごいぞよっしゃ85これは完全に86ですどころじゃないぞ
し87。あと12。郡山まで今20キロかな。あと20キロ。郡山で決着つけるか。89。90。あと10。マジであと10。おーし。91、92、93、あと7。面白い、そうやって。え、人が辛いとことってそういう企画だろうがよ。なんでこうなった。よし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 。94。95、あと5。郡山やろ。郡山市。郡山市、くそ、郡山市通り過ぎるね。郡山市で勝負つけたかったのに。うわ、ない。うわ、ない、作らん。俺だったら作らん。あと信号5本だけ。やめたい。やめたい、もう。え、俺これでやめたらさ、やめたらおもろいみたいになるかな。95でやめるの草みたいなコメント来るかね。よし、でかい。これはでかい。マジで助かる。96。終わらせよう。97。見なさい、参る。98。これはいいよ、これはいい、これはパス、パス、パス。その一個向こうの青。あ、来た。マジか。我々の長い旅やな。昔やんけど、むっちゃ雪降っとったよ。なんで今降ってない、わからんわ。わかんない。99。あと1。おい。よし、もうそのカメラでシカと捉えてくれ。あと1個、あの青が赤になるかどうかやな。よし、来たー。嘘、来た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 。見てみ。よっしゃー。赤やあ、もう、ほんまに、もう、なんや。余計降るし、日本橋からスタートして、しかも、一番前に止まりましたよっしゃー。100。おーい。泣こうとしてんの？泣いてる？泣いてるじゃねえよ。ちょっと挨拶行こう。挨拶。いやいや、ちょっと待って。大丈夫？曲がってない？いや、なんだよこれ。いやいや。なんでスーツなんだよ。感謝の気持ちを込めて、ふざけた感じで挨拶したら失礼じゃけ。ピシッと着替えて。信号だぞおい。大丈夫？なあ。曲がってない？なってないけど。いや、それはね、作ってくれた人とかいろいろ携わってくれた人がおるわけだけ。結構新規大戦12号、周波数 50Hz。 ありがとう、ありがとう。立派や、立派や。最終地点
500川小学校入り口の信号です。500川小学校の皆さん、うん、ありがとう。みんなありがとう。クソ寒い。綺麗にしとこうよ。そうだね。確かに。なんつってんだよ。なんか言ったよ。でもさ、頑張れたよ。確か、うん、そうだ。いやー、日本橋スタートして、もう途中マジで信号なくなったり、猛吹雪に襲われたりで、着いた先は500川小学校入り口の信号機でした。いやー、本当にね、今回はきつかったよ。大変だったな。だいぶきつかった。無事到着しました。信号機を作ってくださった皆様、ここに信号機を建ててくださった皆様に心より感謝いたします。また信号機があるからこそ交通整理ができ、事故が起こらないような、そうな、信号機があるから、事故が起こらないようになってますんで、そのことも感謝していきたいと思います。めちゃくちゃ寒い。日本橋と全然違う。これも手が震えちゃって、これむっちゃ寒い。うわ、ちょっと、じゃあ俺もうちょっと喋っとくから。なんでだよ、なんでだよ。おい、全部チャランだ。何が？今日は大変だったなとか疲れたなとか言ったんだけど、もう全部吹き飛んだ。疲れた。簡単だな。